バストーニュは、ベルギー、リュクサンブール州の都市、アルゲンヌ高原にあり、ルクセンブルク大公国の国境とは1 2トルしか離れていない。バストーニュは、かつてコミューンであったロングビリ、ノビル、ビラール・ラ・ボンル王、ワルダンを含む。また、バストーニュとは、ワロンゴ地域で作られる、シナモンと黒砂糖のかかったビスケットの一種の名称でもある。ローマがこの地を征服したとき、 ガリアの一部族、トレウェリ族が住んでいた。バストーニュの名が歴史上に登場したのは、さらに遅く634年にこの地の封建領主がトリアー近郊の生幕市民修道院に領地を割上式進した時である。一世紀後、バストーニュはプレム修道院のあたりにあった。再びバストーニュの町と市場が触れられるのは887年の文書においてである。 13世紀より新生ローマ皇帝兼、ルクセンブルク博ハインリヒ七世はバストーニュで効果を鋳造していた。1332年、その息子ヨハンフォンルクセンブルクはバストーニュに試験賞を授け、城壁で取り囲んだ。その際に築かれたトレーブ門は現在も残っている。1451年、ルクセンブルク博領はブルゴーニュ公国へ並行され、 1516年に、ブルゴーニュ公の後継者たるシャルルが、スペイン王位につくと、以後は、スペインハプスブルク家領となった。都市の城壁は、戦乱の時代に困難から守り、非常に効果的であった。都市の経済は、農業と牛の飼育で名高く、繁栄した。1602年、バストーニュの城壁は、オランダ共和国軍の攻撃を退けた。 9年戦争中の1688年、バストーニュはフランス軍に占領され、ルイ14世はバストーニュの城壁を取り壊すよう命じた。19世紀のベルギー独立で、バストーニュはその森林からの産物と牛市で外国に知られ、経済は順調であった。近郊の自治体とバストーニュをつなぐ鉄道が敷かれた。この繁栄は第一次世界大戦で、 ドイツに占領されたことで全て終わりを告げた。1944年終わりに連合国に解放された後、バストーニュは再びドイツ軍に攻撃された。ヒトラーがアルデンヌ高原を支柱に置こうとしたのである。目標はアントウェルペンで米英を分断し、供給を断つことにあった。寒く霧の発生を後期とし、12月16日、ドイツ不評隊は、 バルジの戦いでバストーニュ周辺にまばらに配備されたアメリカ軍を攻撃し始めた。一時はドイツがバストーニュを包囲し劣勢に立ったアメリカ側にドイツが降伏を迫ったところアンソニー・マコリフ将軍は短く、ふざけるな。答えた。12月26日、ジョージ・パットン式のアメリカ軍がこの行き詰まりを打破した。ありがとうございます。